布だけを使ってマスクを作ったら、全く耳が痛くならないマスクができました。まず耳にかける紐を作ります。ここでは使い古しのハンカチを使っていますが、柔らかい布なら何でもいいです。端に2、3センチおきに切り込みを入れていきます。切り込みのところを手で強く引っ張って裂いて紐を作っていきます。紐の長さはここでは47、8センチです。適当な大きさの本などに紐をぐるっと巻きつけ結んでいきます。紐がいっぱいになってきたら上にずり寄せます。そして空いている部分で結びます。端を1センチくらい残して切りましょう。で、これをまたずり上げていきます。結び終わったら紐を外します。1枚のハンカチからたくさんの輪ができました。次は口に当てる部分です。これも清潔な布なら何でもいいです。ここではハンカチを四つ折りにしています。先ほどの輪っかを通したら結び目が内側にくるようにして短めに折ります。反対側も結び目が内側にくるようにして通したら今度は長めに折ります。長すぎる場合は折り返しておきましょう。小さめのマスクができました。こんな風に折ると白いマスクになりました。せっかくきれいな模様が入っているので、模様を外側にしてみます。その場合、裏返して結び目を手前に持ってきます。少しだけ折り返して、反対は長く折り返して、余った部分を内側に折ります。これで綺麗な柄が見えるようになりました。実際につけてみます。折り曲げた部分を口に当てます。短く折った方を先に耳にかけます。反対側ですが、小さめにしているので届きません。少しだけずらします。まだきついなと思うぐらいで耳にかけてください。はみ出た部分を中に入れてなじませます。こうしているうちにきつかった紐も顔になじんできます。伸縮性のない布の紐は全く締め付けることがなく、驚くほど耳が痛くなりません。口に当てる部分も紐も選択して繰り返し使うことができます。手作りしたいけれどもゴムがない、耳が痛くなるのがどうしても嫌、そういう方はぜひお試しください。